下被災地でできることっていうのはすごい少ないですし、で友達とかいろんな人が応援してくれてる中で僕が頑張って災害に遭われた人たちに少しでもその励ましというか勇気を与えれるのならと思って、はい、まあ、本当今回の事態災害に遭われた人たちに比べたら自分の辛さなんてもう全然ちっぽけなものなので、その思いを胸にどんなことでも諦めずに頑張っていきたいなと思います。言っていいのかなっていうのもありますし、ただやっぱり行くってなったからには全力を出し切って、まあ、自分らのできることはこれぐらいなんで、それで走ってアピールして、まあ、ちょっとでも元気な姿を見せられればいいかなというふうに思ってます。自分は、まあ、自転車に乗るしか、まあ、できることがないので、まあ、頑張って世界に走ってくるので、また皆さんも、まあ、頑張って、まあ、生活をしていってください。やっぱり、まあ、一つでも明るい話題が欲しいですね。いい結果残せれば、はい、日本の皆さんも、まあ、少しは何ぞさ少しは喜ぶのかなと思って、その気持ちで頑張ります。そういう自信とかはあってるんですけど、自分たちにできることを頑張って、まずうちらはレースを頑張ることだと思うので、記録を狙って精一杯やっていこうと思います。まあいい走りをしていい記録出して、まあ、それでこう被災された方にこう勇気とかを与えられたらいいなと思います。頑張ります。